はい、こんにちは、ピカですけどね、グランツーリスモ7、新しい車が今週追加されるということで、今回追加される車がロードスター 990S っていうことが多分これなんで、すごいね、サスペンション構造を持ってるんですよ、これね。すごいサスペンション構造で、新たなね、なんか電子制御みたいなことをやるっていう制御が新しいロードスター入ってるんですよ。この機構が再現されるんじゃないかっていうね、そういう説をね、ちょっとやっていきたいと思います。このね、ロードスター非常に面白い機構がついてるので、その辺のね話を詳しくね、いろいろね、こういう実際のものを使ってね解説していきたいと思います。こんなねリアの車高をね調整する機能がねすごいこう機械的にね行われるっていう、その辺の話やっていきたいと思います。新たに加わるのがユーノスコスモの3ローターと、あとは NC ロードスター、そして NB ロードスターで、新しいね ND ロードスターなわけね、違う、ごめんなさい車がね全然違いますけどね、すいません。一台一台ちょっと紹介していきたいと思います。予想されるのがまずこちらみたいですね。 GTR の GT3 仕様の新しいやつですね。楽しみですね。はい、そして次の車こちらですね。ケンメリですね。いいね、ケンメリのスカイラインGTR ですね。 S20 なのかな、エンジンはね。 S20 なのか他の L 型なのかっていうね。まあまさか S20 だよね。でも S20 はもうあるからさ、なんか別のエンジン乗ってるケンメリもちょっと良かったりするよね。まあでも伝統的なもうなんかそういうのを重んじるから、まあ、S20 なんだろうなっていうね感じですかね。いいじゃないですか、これはいい、これはいいっすね。そして最後の車がこちらの車ですね。いやもうあるじゃん、ND ロードスターさ、もうあるでしょ、あるじゃん今、あるのにあえて追加してきたってことは、この 990S っていうねロードスターのカタログ以降、こちらの車だと思うんですよ、これね。マツダのページです。 990S っていうね、まあ、軽量で特別仕様になってるっていうね、はい、そのこだわり見ていこう。エクステリアはまあ変わんない、ダンパーとかスプリングとか電動パワーステアリング、あと PCM エンジン制御ユニットに990専用セッティングを施していますということですよね。インテリアもこんな感じ、ホロも特殊な色がね使われていますというところですね。 NRA の可能性ないのかな、新しいね NRA の可能性どうなんでしょうか。ほらだってオープンになってない、これね、なんか若干オープンになってない、これ NRA の可能性もあるよね。なんかだからパーティーレース仕様ベース車みたいなねことも考えうるね。このね NRA の可能性もありますよね。いずれにしてもね、この KPC っていうサスペンションのねこう構造でリアの車高をコントロールするっていう仕組みがこの新しいロードスターに入ってるんですよ。これちょっとね説明したいと思いますけどね、 NRA の可能性あるよね。いやこれ結構見積もり取ったんだけど納期すげえ遅くてさ、やめちゃったんだけど、いいねいいね。 KPC がタイムに効くのかどうかって言ったら、なんか安定性を追求するだけでタイムには効いてこない説が、マツダの発表の資料ではそういう内容があったみたいとかなかったみたい、なんかモータージャーナリストがみんな言ってるから、みんな言ってるってことはなんかそういう話があったのかなかったのか、まあでもあえて言うってことは早いんじゃねえのみたいなね。でパーティーレースとかでそれがちょっとこう優位に働くと良くないのかなっていうね感じもありますけどね。かっこいいね、やっぱロールケージ入ってた方がかっこいいよね。乗りづらいけどねこれね。いいですねいいですね、パーティーレース仕様いいですね。これにねグランツーリスモ7で乗れるというね、いいですね。まあちょっとねどっちの車かはわからないんですが、いずれにしてもこの新型のねロードスター ND なんじゃないかということですね。じゃあねちょっとこの KPC っていう仕組みをね解説していきましょう。こちらですね、 KPC のマツダのホームページの KPC の説明、まずちょっとねこれを見てみようか。エンジンとかね、まあ、コントロール性乗り心地、まあ、もうこの辺はね言わずもがなですね、まあ、軽量もそうです。 ND になって軽量になってね、エンジンもちょっと小型になったんだけど、フロントが軽くなったっていうか、結構ねマスが集中したっていうね、車の本当にね真ん中にこう重量物が結構ね、 NA、NB、NC なんかももうみんな共通して言えるのは、結構オーバーハングちょっと重いなっていうね。なんでレースする人たちはもうバッテリーをね小型にして後ろに移すとか、まあ、やっていいレースはそんなようなこともしてたりもするんですけど、それだけでもね結構変わったりするんですよ。でこの ND になってからは本当にねこうマスがこう集中してる、なんでこうオーバーハングの重量をあんまり感じさせない、回答性のいい感じ、まあ、その分ちょっとピーキーかなっていうね動きがね。オーバーハングが短いと
まったりゆっくり動くんで、まあ、それもそれで気持ちいいんですけど、だから気持ちよさはちょっとなんかね、 ND 俺はなんかあんまりなんかこう気持ちいいより速いなっていうね、鋭く動くからなんか気持ちいいをちょっと通り越しちゃってる速さが来てる感じがするんですよね、うん、まあだからそれが ND の良さでもあり、まあだから NC はもうちょっと大きくてちょっとこう鈍感な動きでいてちょっとピーキーなところもあったりなんかするんだけど、 ND は終始こうちょっとピーキーな動きをして速い車、回答性が速いっていうね、エンジンはちょっと遅いんだけど、まあとにかくこう気持ちよくひらりひらりとちょっと細やかに動くというか、うん、まあそんな特性がねありますね。で今回その KPC っていうね、こちらですね、これちょっとね説明していこう。でね、どういうことなのかっていうとね、これ読んでもわかんないと思うんですよね、読んでもわかんないじゃん、読んでもこれこうわかんないと思うのね、これも見てもわかんないじゃん、ありとなしでわかんなくない、これもうめちゃめちゃ簡単に言うね、これどういうことなのかっていうと、車がコーナリングに入ってった時に こっちにこう回る時にね、こうこうなるのよ、結構こうね、イン側のリアが上がっちゃうっていうね、 こっちに曲がる時にイン側のリアが上がっちゃうっていうね、極端に言うと上がっちゃうっていうね、あったじゃん、そういうなんか荷重移動でね、ここ溝またぎするっていうね、あの溝またぎの状態になってここも荷重が抜けちゃう状態になると結局ね三輪で走行する形になって結果的にはトータルのグリップ力が落ちちゃうんですよ。なので左右のリアのこの浮きやすいね、イン側のリアを地面につけときたいんです、ちゃんと。でちゃんとつけてコーナリングしたいっていうことなんですよ。でそのためにどういう機構があるかっていうと、このサスペンションをね、車高調みたいな、あとエアサスみたいなので調整するっていう、まあ、いろんな試みとかあったんだけど、ね、これはそうじゃなくて機械的な仕組みなんですよ。これどういう仕組みかっていうとね、めちゃめちゃ簡単に言うとこの絵ね、この絵こういう風に、まあ、タイヤがあってこうサスペンションのね、サスペンションがこういう風に動いてますよっていうね、サスペンションこういう風に動いてる、ね、こういうサスペンションなんですよ。でこういうサスペンションでね、わかるかな、ちょっともうちょっと大きくしよう。こういうサスペンションでこういう風に動いてるとするじゃん、こっちのタイヤね、こっちサスペンションアームの付け根、こういうサスペンションにはなってないんだけど、まあこうなんていうのかな、通常のダブルウィッシュオモーのサスペンションなんだけど、結局力学的にこういう動きをしてるっていう形状のものが作れるんですよ。もう何言ってるか分かんないね、もうねもう何言ってるか分かんないんだけど、ダブルウィッシュモンってほらこうロアアームがあってアッパーアームがあるっていうね、そういう仕組みなんだけど、それが力学的にこういう動きをするっていう、まあ、サスペンション構造を、まあ、2回同じこと言ったけどね作れるんですよ。そうなっているとどうなるかっていうと、普通に走ってる時はこういう動きをするじゃん、これね、走ってるとこういう動きするじゃん。だけどこのタイヤにちょっとブレーキかけてあげると、ちょっと引っ張られるでしょ、後ろに引っ張られるでしょ、サスペンションが。これ後ろに引っ張られるとどうなるかっていうと、当然ね、こうまっすぐになろうとするじゃん、ね、こういう状態になろうとするじゃん、こうちょっとこういうね、こういう動きがこうなろうとするじゃん、後ろに引っ張るとね、引っ張るとこう動くわけ、こういうふうにね、こう、だからつまりこういう力ね、ちょっと後ろに引っ張られたらリアのね、この車高がね下がるっていう、こういう力が働くでしょっていうね、力学的にこの力を利用して車高をコントロールしようっていう試みなわけですよ。だから、まあ、サスペンションジオメトリーがね、こういう構造にはなってないんだけどね、何回も言うけど、こういう構造にはこういうね構造にはなってないんだけど、まあ論理的にこういう構造になっているような足だから、おのずと内側のリアタイヤにちょっとブレーキをかけてあげてリアの車高を下げようっていうことが、まあ、この図解されてるわけですよ。ここにね、ここに図解されてるわけ、ね、ブレーキかけるとここの視点が下がります、おのずとね車高が下がりますっていうね、コーナー曲がってる時にね、ちょっと浮き上がっちゃうんじゃなくて浮き上がっちゃうんじゃなくて、このねタイヤにちょっとブレーキかけてあげるとちょっと下がって、ね、グリップしながら曲がっていくっていう、その機構なんですよ。その機構が搭載されているんですね、新型の。それが話長くなったけど、それが新しいグランツーリスモで搭載されてんじゃねえかなって、その機構がね、あの疑似的に。なぜかというと、これサスペンション構造でしょ、サスペンション構造でブレーキかけてあげるだけじゃん。だからプログラミング的に多分ね、そういう形の
サスペンションモデルを作ってあげているわけだから、ブレーキかけてあげればいいだけなのよ、内側のタイヤにちょっとだけね。そのくらいだったらプログラミング的に、ね、ハンドル切って G がかかった時に内側のタイヤにちょっとブレーキかけるっていうロジックを入れるだけだから、搭載されてたら面白いなっていうね、うん、そういうことはね、面白いじゃん。なんでグランツーリスも新しいね、来週っていうか今週か、もうアップデートありますが、皆さんそこに注目。この機構が搭載されているのかどうか、搭載されてたらちょっとなんかこう現行のロードスターもね GT7 にあるじゃないですか、ね、そしてこの新しいのもあるじゃないですか。その2台を乗り比べて、このリアの車高がね、半径30メートルのカーブで 30R で55キロで回った場合に3ミリ下がりますみたいなね。いや3ミリって結構な車高下がるのよ。3ミリってだってね、あのセッティングのところで行って3ミリ結局下げると結構わかるじゃん。結構下がるのよ。そんな緩い G でもそうなのよ。だからもうちょっと高速コーナーだったら結果的に内側のリアタイヤが太くなった、まあ、つまりリアタイヤがちょっと太くなったのと同じ効果がちょんとブレーキかけることで得られるサスペンション構造ですよっていう話なわけですよ。わかんないけど、あのモータージャーナリストがみんな口揃えて言ってるごとく、それ誰が言わしてるかはちょっとよくわかんないけど、それがね、速さにつながらないわけないじゃんと俺思ってるわけ。いや思ってるというか絶対そうじゃん。そんなの速さにつながらないというか安定性につながるけど速さに繋がらないわけねえや、そんなわけねえじゃんって。安定性に繋がるイコール速さに繋がるに決まってるし、むしろ速さに繋がらなきゃ安定性に繋がるわけないだろうっていうね。だって論理的にね、スタビ張ったら基本的にスタビリティは上がるわけだからね、スタビ張ったのとほぼ同じ効果だからね。だからこの乗り味を変えないまま、ロール方向の固有振動数を変えないまま、機械的な構造と制動でリアのグリップを増そうっていう考え方なわけ。スタビ張っちゃうと、ね、ロール方向の固有振動数が変わっちゃっていろいろ車的にバランス崩れちゃうのよ。だけどこの技術を使うとそれがないわけ。何言ってるか分かんない、うん、だからこういう固有振動数ね、これバネレートで決まる、バネレートと、ね、レバー比で決まる振動数があるわけよ。1分間に何回振動する、これ結構速いよ、これ結構速い、あーだからもう分かんない、もう600回ぐらい、 600Hz ぐらい、 600Hz ぐらいだともう人間感じないですよ。 100Hz ぐらいだと感じないですよ人間ってね。なんかプルプルしてんなっていう感じだけど、やっぱゆっくりね、こうふん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 っていう、まあ、1秒間に 60Hz ぐらい、まあ俺感じる、分かんないけどね、 30Hz とかそういうね、そういうこういう振動数で、つまりまあ乗り味が変わっちゃうってことなんだよね。速さを追求するのって意外と簡単なんだけど、乗り味の方が現代な車は難しいんですよ。速さを追求するのはもう本当に、速さっていう KPI を最大化するのは車としては意外と簡単なことなんですけど、乗り味っていうわけのわからない感性のもの、得体の知れないもの、非線形性の塊の車の乗り味っていう、もう人の感性っていうわけわかんない KPI を最大化するっていうのは車にとってめちゃくちゃ難しいことなんですよ。シミュレーションの本来のあり方っていうのは速さを追求するっていうところがあったんだけど、今やもうなんか乗り味を追求するためのものなんですよね、シミュレーターっていうのは、車の会社にとってね。そういう時代になってきてて、でそこが GT7 ってすごくよく再現されてるんですよ。だからもったいないんですよね、 GT7 で速さを追求しちゃうのって逆にすごくもったいなくて、そういうこうなんか乗り味をせっかくその実車の乗り味に合わせて、多分こういう振動数とか結構研究してると思うんですよ、見え方とかね、そういうゲームの中でも。だからあれだけモノマネが一台一台乗り味がすんげえ似てるなって俺が感じるっていう、そこのこう感性のところに訴えかけるその技術力っていうのがリアルじゃないって、だからその極限のそのスピードを追求してタイムを追求してたところの動きが、まあ、リアルかリアルじゃないかっていう話ではなく、普通のところで乗った乗り味がすごくその車に似てるっていうところの特徴が GT7 だと思うんですよ。なのでそういうことがちゃんとねやってるんだと思うんですよね、 GT7 って。だからバネレートがこういう振動数、こういうね、これ振動数なんだけどね、こういうロール方向のこういう振動数だったり、陽ね、陽モーメントのこういう振動数だったり、まあ、いろいろあるんですよ。それを車ごとにちゃんとね合わせてんじゃないか説があって、俺の中でそういうものを GT7 で感じるっていうこともも、タイム出ねえからもうつまんねえわっていう人たち多いと思うのよ。なんかはトップの人たちに比べて3秒も4秒も遅いわっていうね、
人たちも、まあ、大半なわけですよ、あのデータを見ると ね。この間国体ありましたけど、国体のデータなんかを見ると、あの、まあ、中央値からトップまでやっぱ4秒ぐらいあるわけですよ、皆さんの中央値からね。だからそういう意味で言うと4秒落ちぐらいを中央値にして、多分皆さん7秒落ちからね、3秒落ちぐらいの間にほとんどの人が入ってるわけですよ、 GT7 をプレイされてる人でね。でもやっぱそういう人たちがなんかつまんなくなっちゃうじゃんそれだとさって思っちゃうわけ私はね。でも GT7 の本当にすごいところってそこじゃなくて、タイムを詰めていくとこって意外と偽物っぽいんですよ。そうじゃなくて車の乗り味っていうところが、そういうところを多分きめ細かくチューニングしてきてるわけなんですよね。だからむしろ逆にそういうところにこだわりを持ってるわけだから、そういうところをGT7 は楽しんでいけたらいいんじゃないかなっていうふうにね、私は思うんですよね。なので多分私のチャンネルは大人の人たち見てると思うんで、いや本当にすごいですよそこがね。そういういろんなね、車の動きだったりタイムとかじゃなくて、そういう乗り味だったりっていうところを感じながら楽しんでいけたらいいんじゃないかなっていうふうにね、私はちょっとこう GT7 を最近もねプレイしながら思うんですよ。だからなんかね、お前何秒遅いの、遅いからあいつのなんかどうこうとかって、遅い早いとかでくくらずに、車だってそうじゃないですかね、一般車だってみんなそうやって作られてるわけだから、まあ、レーシングカーはねレースするための車だからいいんですよ、速ければどうでも、乗り心地とか追求されても困るじゃないですか。だから速さだけでいいんですよ、人より速く走れればいいっていうね、そういう車だから。だけど一般車っていうのは、市販車っていうのはそうじゃなくて、そうじゃないところにこだわりがたくさんあるんですよ。実はそういう中にこだわりだったりメーカーのノウハウだったり、そういうものが、特徴がやっぱりそのメーカーメーカーごとに、その固有振動数の出し方の考え方だったり、ブッシュ周りのゴム全てに固有振動数ってあって、でそれのそのなんだろうな、ブッシュサスペンショントータルでの、ブッシュも含むトータルでの固有振動数だったりとかっていう数値が、メーカー目標とかが設定されているメーカーとか、ブッシュごとだったりとかっていうメーカーだったり、まあいろいろあるらしいんですよ。だからなんかね、でもそういうものがね、グランツーリスモのこだわりからね感じるし、いろんな車乗ってきた俺でだからかどうかわかんないですけど、皆さんもわかると思いますよ。長年やっぱ我々車乗ってきたりして、車好きじゃん。だからいろんな車乗ってきたね、せめて5台は乗り継いできたでしょ。いや5台乗り継いできた、速い車スーパーカー関係ないですよ。その固有振動数は全ての車にあるし、全ての車にブッシュついてるし、それが速いとか遅いとかじゃなくて、その車の乗り味がどうなのかっていう話で言えば、全ての車にね、あのそれなりの乗り味があって、それなりのそのメーカーのこだわりがあって、それなりのやっぱり車に対する設計思想があるわけですよ。そういうものがやっぱ GT7 の中には詰まってると俺は思っていて、でそれがね、モノマネとして面白いなって感じるわけですよ。だからそういうところを楽しんでいきましょうっていうねことなんですよ、私が言いたいのはね。だから極限の挙動とか、なんかリアが滑りやすいとかね、そういうところに行きがちだけどね、そんなとこじゃねえんだよっていうね、多分作ってる人たちのこだわりはそこじゃねえんだよって、もっと細かいとこまでやってるんだよっていう、そういうね、難しいと思いますよそういうのね。でも全体として面白いじゃん、だって NSX が NSX の動きに感じるってすごくねっていうさ、うん、そういうなんか計算してんだもんね。だから86は86の音もするしっていう、そこがそうだよ、もちろん7割方ゲームかもしんないよ動きで見ればね。でもその残りの3割の本当にそこの中に彼らのこだわりっていうのがすごい入ってるから、そこを理解する力を我々も持った方がいいんじゃないかなっていうふうにね思ったりもしますよ。まあ、この機構がね入ってようが入ってまいが、 ND ロードスター追加された時に乗り味の違い、速い遅いとかじゃなくて乗り味の違いを体験してみようっていう気持ちで、もう一回ちょっとグランツーリスモやってみようよっていうね、タイム遅いとか下手とか上手いとか関係ないじゃん、だってね、我々も車の試乗するときにそんな関係ないじゃん、上手いとか速いとかレーサーとかって、我々が我々のためにあるものだから、いや遅い人でも速い人でも関係なく、その人のためにその車ってあるものじゃないですか。 GT7 だってそうなのよ、速い人だけのものじゃなくてね、買った一人一人のものだから、それをタイムでマウントするの違ってるなって俺思ってるわけ。そんなもう愚の骨頂じゃん、そんなの。なんか速い人じゃなきゃこれは楽しんじゃダメだっていうなんて絶対おかしいわけだから、俺はやっぱそういう楽しみ方を、このゲームもそうだし、じゃあスーパーカーじゃなきゃ乗ってて楽しくねえのかって言って、そうじゃないじゃん。安い車だって高い車だって楽しい車いっぱいあるし、その車その車一台一台自分が乗った車でも楽しさってあると思うんですよ、その特徴だったりね。そういうのを
一台一台こうなんていうの楽しんでいこうっていう ね高級料理ばっかりがうまいわけじゃないじゃんっていう、牛丼だってねうまさあるし、いや牛丼だってそれぞれ店によって同じね牛丼って言ってもいろんな味があるし特徴もあるしって、まあ、それを我々はね楽しんでるわけじゃん。でジャンクフードにしろ何にしろで車だって同じじゃんっていう、だからどれが偉いとか偉くないとかじゃなくて一個一個の食をね一食一食楽しんでいこうっていう気持ちで GT7 をやったら、まあ、面白いんじゃないかなっていうふうには思いますよ。私はなんかそういうなんだろうな、たまたま経験があるからそうなのかもしれないし、そういう思い込みでやってるかもしれないですよ私もね。でもなんか思い込みが大事じゃないですかっていうさ、面白いんだよね車の話。まだ長くなるこれ。車の話って面白いらしくて、なんか本当にシート変わっただけでもう乗り味って変わるんですよ。できればね、だからドライバー視点でやった方がいいと思いますよ。あのドライバー視点もねかなりのこだわりを持って作ってますね。シートの動きをダッシュボードのこうモーションでさ表してるんですよ。あれシートの動きなんですよ。あれシートの動きというか体の動きで、体がどういう風に動いてるか、体にどういう固有振動数がかかってるのかっていうのが乗り味にすごい大事なとこなんだって。だからそれをねどう表現するかっていうので、あのダッシュボードの振動がね決まってるんですよ。あれもただロジックで動かしてるだけじゃなくて、車1台1台それなりのあれ固有振動数あると思うんだよね。あれにそういうところもちゃんと計算してるんだよね。こういう振動数となんかその振幅幅もあって、だからあの F1 になるとすごい変な動きしちゃうっていう、大きくなってね、あの同じロジックでいくとちょっとなんかおかしいなっていうことがあったりもするっていうところにこう見え隠れするわけですよ。なんか俺なんかはそういうなんか工学的なことをちょっとまああの昔ね学んでたんで、なんかそういうのが分かってきてくるとより面白さがあるっていうね、うん、なんでまあみんなもなんかそういうせっかくちょっと面白いこうね車を題材にした、まあ、ゲームというかシミュレーション、まあ、人それぞれありますよ。言い分はねありますけど、いやこだわりを持って作ったもので、やっぱまだまだこれねすごいんですよ本当に。グランツーリスモの凄さをみんなで味わって楽しんでいこうっていうね気持ちですね。はい、ということで今日ねアップデートの話ですが変な話になりました。ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。何の話これ。